警視庁によりますと、錦戸拓郎容疑者と土屋康生容疑者は先月24日、足立区の都営住宅に東京ガスの点検ですなどと言って押し入り、高齢の夫婦を粘着テープで縛った上、現金1万円などを奪った疑いが持たれています。2人はいわゆる闇バイトを通じて知り合っていました。調べに対し2人は容疑を認め、錦戸容疑者は手早く稼げるツイートを目にした。土屋容疑者は裏バイトに申し込み、指示役に言われるがまま強盗したと話しているということです。